さあ皆さん、ということでございまして、まあ、ここからちょっと特典映像みたいな形になっておりまして、このお二人が、あの年末の大番組モノマネ王座決定戦の1回戦で対決し合ったというメンバーだったんですね。そうなんですよ。あの僕としては、はい、その3年ぶりに出演だったんですね。3年ぶりの4回目 で、 あの本当にやっとモノマネ王座のオーディションが受かって、はい、やっと出れると。で、まあ、田村正和からタムタムに改名して一発目だったんですけど、はい、やっぱ対戦相手を見た時に本当に頑張んなきゃいけないなと思ってあれ自分で決められるじゃないですか、1回戦目、うん、ネタってことですか。あのスタッフさんから何をやります、はい、1回戦目もう本当にルナシーでもう即答だったんですけど、はい、本当に頑張んなきゃいけない。だから逆に気合が入りましたよね。ビューティー国分ってもうやるしかねえと。これだけ自分的にはお二人ってやっぱ当日まで分かんないじゃないですか。まあ、なんとなく想定していくんすか。僕はなんかあんま人のことは考えない、うん、あもう自分だけ自分だけ考えて、そう相手からその相手誰だからなちょっとここはこうしようっていうのは基本ないですね。そう、自分の出来がどれだけになるかなっていうことだけかな。じゃあもう本当に当日にパートで知ってよ、この人だったんだみたいな感じなんですね、その対戦相手に関しては。そうですね。でそこで、あじゃあこの曲やろうと思ってたけどやめてこっちにしようとかっていう感覚はない。うん、今、昔ちょっとあったかもしれないです、今はないですね。あそうですね。トントンさんはモノマネ王座28組でしたよね。で、そこですごい人しかいないからもう誰と当たっても一緒だなっていう感覚だから、対戦相手誰だろうっていうのは今回なかった。もう本当に今ビューティーさんがおっしゃった自分がどれだけのもんを出せるか、はいはい、どんだけのパフォーマンスができるかに集中した感じですね。で、今って本当にその女性も男性も僕のこの観点からなんですけど、歌真似がすごい人いっぱい出てきたなと思って、今ね、こういうネットを通じて発信してって、うん、それがバズって、昨日まで一般だった人が急にモノマネタレントですっていう形でひょって入ってきた子たちもう何組もいるじゃないですか。いっぱいいるんですよ、その通り。自分その人それぞれ歌真似をする人もいっぱいと同じネタもいっぱいいて、はい、そこでどうやってその違いを明確にしていくかっていうところがポイントだと思うんですよね。だから同じ誰々としても描き方で変えていく、そこでどれだけそのうん、差がね生まれて、その見る人がどう評価するのかっていうところでこうやっていくしかないですよ。これキンキンで言うとこれ2年なんですけど、見させてもらって、どっちもこう新ネタから勝負してくれてるじゃないですか。はいはい。なんかこう優勝を目的に しようとはしてないっていうか、まあ、優勝を目的にあんですけど、はい、そこに行っちゃうともう固まっちゃうんですよね。なんかもうドア玉もはい、ね、自分のなんか一番得意なやつってなっていくから、そうなじゃなくてやっぱり優勝じゃなくて自分のその、パフォーマンスで自分はこういう色でこういう形なんだっていうのを明確に見せることが大前提で、そこに結果がついてくるっていう考え方です今。あ、なるほど。でも上手い人ってめちゃくちゃいるじゃないですか。はい。だからその僕の色ってなんだろうって言った時に、なんか笑ってほしいなと思うとこが結構最近多くて、はいはい、龍一さんだったらこのなんか目線だったりとか、はい、っていうとこで
うまいだけじゃない、なんかクスッとしてもらえる部分があったらいいなと思って、そこをちょっと差別化を図りたいな。じゃあ今回ビューティーさんとこう戦う正統派のこの歌丸の凄さってやっぱビューティーさんじゃない。いやいやいや、こことじゃあ対決ってなった時に、なった時にやっぱより自分を誇張してないといけないみたいな。ちょっと普通に歌っちゃまずいぞって思ってリハやるじゃないですか。当日リハでもやってないことがあって、本番だけやったことがあるんです今回ルナシーの I for you っていう曲を歌ったんですけど、はいはい、最後ね I for you で終わりだったんだけど、はい、本当はI for youやったの。最後の「あー」を入れたんだけど、それはなんかね、気合が入って入っちゃった感じ。その1点だったかもしれないそうだって1点差ですもんね。そう1点差だったの。そう、最後で1点伸びたと。正直歌ってて、あ、ここで笑い来ない、あれってちょっと思いながらやった、はい、あれこのままじゃまずいぞの「あー」だったの。え、これを入れられた時のビューティーさんは、まあ見てるわけじゃないですか、はいはい、対戦相手の出たを、はい、あっって思った。いやでもそういうもんだろうなって思って多分見てる。そうそう、そういうもんだろうな。そうですね、ナチュラルに見てましたよ。そうですね。そうなんですね。俺ビューティーさんに聞きたいことがちょっと一個あって、はいはいはい、僕のタムタムっていう書いてる前のテーブルにビューティー国分って書いてあって、あ、はい、でも一度も楽屋で会ったことがないんですっていうか、入り時間に行って、はい、入られて、そのままもうスタジオで見たりで、声出し。え、どこで声出すんですか。まあ、駐車場に車置いてあるんで、車の中とか、車の中で声出しをして、やりすぎると、下手っちゃうから少しやって、また出て、で、うろうろして、で、また行って、またやって、で、そこを少しずつ。本番まで多分 4,5 時間とかあるじゃないですか。だからなんか一生、だからなんだかんだ見てたり着替えたり顔やったりしてるし、全然逆に足りないぐらい。ええー、楽屋に行ってゆっくりその先輩と喋ったりとかってあんないですか。時間がない。あ、それがルーティーンなんです、ね、それがルーティーンかもしれない。え、王座だけですか。紅白の時は。紅白もそうかな。でもええー、紅白でも確かにビューティーさん見たことない。見たことないんですよ。いや話したいんですけど、先輩とかと話してなんか全いつもの感じに戻っちゃってでしょ。うわー、緊張感が崩れる。すごい。なんつって言われて、あーなんつって笑ってるともうそれが慣れちゃうからもう行かないってのもある。あー、もう気持ちから作るっていう。もうそこのこのキープしないと保てないだ。ちなみにビューティーさんは、まあ、1回でちょっと負けちゃったんですけど、まあ、1本目が杉山清太ですけど、2本目、3本目は、はい、って何を思ってるの。2本目はね、2本目はね、多分牧原紀之さんの、僕が一番欲しかったもの。いいですね。もし決勝に進んだらまたオメガトライブの別の杉山さんじゃなくてカルロス・トシキさん。なるほど。オメガトライブサンドでもう今回は行くぞっていう。あ、そういう作りだったんですね。そうですね。その全体を通して、あ、なんかこの人って、ね、なんでそれやるんだろうとか、はい、今これやってるっていう、はい、なんかそういうポイントで見てくれたらいいなっていうのが、まあ、勝手な思いなんですけど、なんだっけな、ニューレトロとかいう言葉がありますよね。そこを僕は、ああ、なんかこれいいなと思って、そういう意味合いも込めてやってるんですけど、なんかそれが、あ、そのモノマネを通して、こんな人いたんだとか思ってもらったらいいなっていうのもあったりして。新ネタの氷室京介さん、
あ、でも新ネタだったんですか。王座とか紅白では初めてかな。ああ、うん、まあ番組のそう、あんま氷室京介さんってレパートリーなかったんですけど、はい、最近ちょっと力入れてて、はいはいはい、ちょっと自信あったんですよね、氷室京介さん。 あ、じゃあもう見せたいかったってやっぱあります。見せたかった、もうリハの時点で、はい、どうだみたいな感覚はあったから、はい、俺の氷室京介どうだみたいな感覚はあったから絶対にやりたいなと思ってたんだけどちょっとまあ勝たないと絶対できないから。そうそうですよね。え、まあ、でも実際のところどうなんですか、そのあこう自分はこうやりたいっていう順番はあったんですか。まあ絶対に誰が来てもルナシーは一発。あ、一発でやったんですか。はい、もうそこはもう崩れる。で勝ったらまあ対戦相手分かるじゃないですか、2回戦目は。対戦相手を見て決めようと思ってました。はい、ガクトさんか氷室京介さんか。え、ビューティーさんはちなみに、まあ、最初一発でそれだったじゃないですか、はいはい、杉山さんですけど、ちょっと変えようとは思ったんですか。それはその1回戦目に出てトークとか、はい、その、ま、その空気感がどうなるのかによって変えようと思ってました。そこでそうそうオメガドライブ、僕の場合ですけどオメガドライブ連続で行くのか、うん、1回はやめるのか、はい、どっちにするかっていうのを決めようかとは思ってました。じゃあもしかしたら一発目ちょっとマッキー入れようかなみたいな。だそれはあのすごい悩んだ当日悩みました。うーん、当日だけど、まあ、そう1回目おめがとあの杉山さんやって、で東野さんと 今崎東野さんがこうバー言ってくれたから、はい、あー伝わったなんて思って、よしじゃあもしこの流れでいったら、うん、多分どうしよう、まあ、ちょっとそこのままちょっと 勝ってたらちょっとまだ今わかんないですね。ということで、はい、以上、お二人からモノマネ王座決定戦の裏側聞いてみましたのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、チャンネル登録、高評価、みんな、やるんだぞ。